皆さんこんにちは、こんばんは、トゥイです。今日はですね、お休み休日 Vlog ということで渋谷に来ております。まあ、あいにくのね雨なんですが、まあ、今日はちょっとねプラプラ久々に買い物をしようと思って新幹線乗って来ました。今日はですね、なんと豪華ですよ。普段はね僕一人で動画撮ることが多いんですが、お友達が来ております。では早速呼びます。こいこーい。こんにちは。やっほー。キュウジーくんです。はい、同じ家族に入りきるから身長立てる。同い年のね。そう、実は同い年で交流もあって、すごいもういきなりぶっこんじゃうけど、なんとねはじめ社長の畑オーディションに受けてました。2,3 年前かな。そう、だからまあライバルだったってことだよね。同じタイミングで応募して、で落ちたんやけど、受かったというを見て、同い年ですげえってなって繋がった。そう、そっからインスタとかでやり取りしていろいろね、すごいよ。でね、実はねその1年以上前から交流があって、はい、あの多分インスタで今写真上がってるんだけど、作品撮りとか手伝ってもらってね。あ、そうです。インスタ用の写真とかを撮らせてもらいました。はい、楽しかったね。あれからねお互い忙しくて、いやそう、全然会えずで、久しぶりに、久々に前、はい、2週間前ぐらいかな、渋谷でたまたまばったり会って、 そっからそう、そっからちょっと久々会おうってなって YouTube 撮ってます。最高やん。たまたまね、ほんまにやん。ほんまにわーってね、あの後なんか4人と出会ってたよな。あの後めちゃくちゃあった。アバンティーズのソラくんとか、すごいね。やっぱ東京すげえわ。ってことでじゃあ、はい、まあプラプラ見ますか。見ていきましょう。歩いていきましょう。まあ、おもつサンドですね、今は。最初グレート行って、最初グレートありだね。ラホール原宿に入ってるグレートですね。はい、あそこもギラギラですから、まさしくついて感じ。え、QG はさ、グレートとか行くの？なんか、あのトレンドを探しに行くって感じ。ああ、仕事かもしれない。あ、そっか、そういうね、もう服系のね、はい、もうプロですから、QG は。いいのチャンネル入れれるとは。いやいやいや、これからもう毎回出てもらえよ。いろんなとこ行こう。いろんなとこ行こう。結構ね、同い年で、実はね、他にも共通の友達とかもいるからね。いろいろね、いろいろね。ああ、いや、やっぱ同い年ってのがまた熱いよね。気使わずさ、楽しめるじゃん。しかもちょっと、活動の幅が違うから。うん、確かに、他の業界のね。でもこんなねちょっと歩いてただけでラホーレ近いですよ。見えるかい？あ、見えないね。人多いわ、やばい。ほらね、ラホーレありました。じゃあちょっとまたどっかで回しまーす。てーってことでグレート行く前にヒューマンメイドに行きます。はい、行きましょう。高校生の高3の時から好きなんですよ。俺初めて来ました。初めて来た。いや、めっちゃ可愛いよ。あ、はい、ってことでね、めちゃくちゃ仲いい。今はもう店長じゃないもん。そうなんです。ヒューマンメイドのもう偉い方です。いやいや、全然全然。ここら辺が新しいのかな。今日本当はもともとなかったんだけど、お店限定で熱っ出した、急遽出したんで。オンラインとかだったかな。オンラインもないんだよ。え、お店限定はカラビナ以外。カラビナ以外全部なんだ。だってさ、手に取ってもいい？どうぞ。こういうのも可愛いね。そうなの、これ初めて出たね、このストラップ。可愛い、これ見えるかな。おお。ペンにカモが入ってる。ねえ、トラがウサギを追いかける。あら、ボールペン？そう、ボールペンなんだけど。うわ、これとか弱肉強食なの、これ。本当だ、弱肉強食だ。わかるかな。お前逃げて逃げてふーって、まあ、もちろんね、お洋服も多いんですけど、やっぱヒューマンメイドね、生活に寄り添ってるよね。なんかお土産にもちょうどいい値段帯。いや、ほんまにこのお店限定のアイテムも多い中、私は可愛いハートさんを購入します。最高。これすごいよね、お値段もお手頃で。実物だったらどうやって使う？ネックレスです。やっぱネックレスか。じゃあこれ買います。あれ早速ね、傘を忘れたトイ君です。すいません、ヒューマンメイドに傘忘れてきました。しっかり買いましたよ。あ、ちょっといや、我慢できずに動画撮る前にアンブッシュで買いました。後で見せます。じゃあちょっと傘取りに行きましょう。はい、はい、今急に回しました。今90歩いてたら先生。イエーイ。この方はなんとすごいヤンガーソングですよね。はい、あのヤンガーソングって服やらせてもらってます。えぐいよ。もうだってほら、俺スクワットとかも仲いいからさ。あ、そっか。後輩でそうスクワットとかもめっちゃ着ててとか、あのエスコのパン君とかガチヤマ君、そうもっちゃんとかもめちゃくちゃそうよく着てるから、イエーイ、ありがとう。これが東京です。これがもうすぐ会うからね。同い年3人揃って。確かに。入って入って入って。イエーイ。
暑いね、ちょっと暑い。またゆっくり飯でも行こう。マジで行こう。行ったことないからまだご飯は。行こう行こう行こう。嬉しいね、 YouTube 出れてね。ありがとうございます。ぜひチェックしてください。じゃあ行くか。ありがとうね。ごめんね、忙しい中。お疲れさま。すごいよ、ほんまに。おもろすぎでしょ。天性も同い年っていうね。天性も同い年で、次向かってるところがですね、はい、なんと QG の妹さんがやってる古着屋さんに。妹が働いてるやってるっていう、ちょっとなんかオーナーみたいな感じなんですけど、うん、まあ働いてらっしゃる。うぃーってことで着きました。はい、キンセラですか。キンセラです。キンセラさんですね。このほらビームスとかがあるね、通りのもうすぐ近くです。十何年ぐらいやってる古着屋さんですね。そんなすごいの。すごい著名人の方も来てるんで。初で奇跡の撮影許可はいただきました。ありがとうございます、はい、では早速お店行きましょう。はい、もうニューバランスとかも可愛い。ラグ置いてあるの？やばない？かわいい。かわいい。これあれじゃない？シンバだっけ？あのライオンキング。シンバって何だっけ？ライオンキングだよね。だよね。そうライオンキング見てない。とかとか。タグ。ちょっと待ってか。これやばいね。ピカじゃん。ポケモン？まさか。君に決まりそうだなこれ。これもう、もう決まった？決まった？もしかして。おすげえ、ポケモンのラグもあんの。超綺麗だし、状態状態めっちゃいいですね。店員さん呼びます。ちょっと呼ぼう。店員かっこ妹、はい、めちゃくちゃこれ状態いいですけど、はい、元からこの状態やった。あ、全然違います。あ、そうなんですね。多分これ大体90後半から2000年代のものなんですけど、はいはい、やっぱり昔のラグとかの毛玉とか結構状態がいいものが少ないので、うちで洗濯して毛玉を取ってとかいろいろケアしてから出してる感じになります。すごい、めちゃくちゃ状態にもなって、マジでやばい。昔のピカチュウの顔になりますね。本当だね、顔が確かに。そうです、そうです。これ昔の不思議なんですよね。そうですね。今日あれ不思議だね、ファッションだって。あ、そうですね。そういうことね。まあまあ、ここにピンク出せばいけるかなみたいな。いや、俺はいない。ダメだ。あ、ついさん、これです。あ、どうぞ。ああちょっと似てる。ちょっと似てるな、確かに。で、これ可愛い。可愛いですね。どう？これちょっと俺ポケモン全然カードはハマってないんですけど、うん、マットが好きなんですよ。もっとまさか。一回ついさん撮ってもらって、任せてください。はい。多分広げてもらった方が分かりやすいんで。やっちゃった。あ、じゃあこれ広げてください。いきますよ、皆さん。はい。3、2、1、ポーン。おお。うわ。どう？ヒコザルじゃないわ。人影もいる。人影もいる。マジで綺麗やん。これ、君に決めた？もしかして、球児。君に決まりました、これ。ってことはまさか。買いされました。おぉ、即決で。すごい。妹さん。ありがとうございます。じゃあ、これはね、マジでいいね。これちなみにもう一点。まだいいんですよね。そりゃそうですよ。これかっこいい。いいコンビやな。お兄いいじゃん。いや、すごい。はい、ってことでぜひ皆さんもお店来てみてください。はい、じゃあ、ありがとうございます。いや、俺の。俺の。はい、俺のです。はい、はい、ではではですね、最後のお店なんですが、パレスに行きたいと思います。トゥイといえば。トゥイといえばです。あれか。あれです。初めてや。まあ、最後はまあここでね、素敵な出会いがあることを信じて、はいはい、ちょっと買い物していこうと思います。
これってさ、基本ワイドパンツ。ワイ、ストレート、これはシルエット的にストレートやけど、溜めて履きたいか、あのスッキリ履きたいかによってサイズ変えた方がいいか。これサイズが32なんだけど、はいはい、34もウエストとかはめっちゃいいんだよ。はいはいはい。ちょっと靴履いてみるか。うん、こんな感じなんだよ。はいはいはい。あ、でも俺好きかも、その時感は。結構俺もこれでいいよね。うん、かわいいよね。多分夏とかベルトで締めてさ、うん、いいして色味がいい、色味がいいよね、かなり。でもなんかシュッとかぶるのいいか。うん、スッキリはして、ね、好みやな、完全に。大きめに履くか、スッキリ履くか。大きめ持ってるのが多いから、はいはい、あえてこういうたまにはスッキリしたストレート、あー、スッキリタイプ、いいアクセントになる、最高です。はい、ということでパレスでジョジョー超爆買いしました。爆買いしました。はい、すごい、いいこと言ってた。ちょっとね、震えたね。まあまあこういう日もありますよ。休日ですから。はい、これが休日ってことで、はい、まあ、今からちょっとお腹空いたんで、はい、夜ご飯食べに行きます。はじめまして、やば。